明日からの県議会に臨む新人議員は、自民党の山本明子さんと日本維新の会の玉木雄一さんです。共に40代で、鳥取県議会の中では若手となります。現在の鳥取県議会の定員は35人。平均年齢はこの10年ほど60歳前後で推移しています。また女性は6人だけ。女性議員の比率は 17.1% で、全国平均の 14.6% をかろうじて上回る水準です。自民党の新人議員、山本明子さんです。長靴の理由は、当選後も続けるイノシシなどの鳥獣捕獲です。こうして入れて、はい、箱穴にまだ一応ちょっとできる限りの鳥獣捕獲はしてるので、今までみたいにくくり穴みたいなのできないんですけど、箱穴ならスケジュール管理しながらなんとか捕獲できるので。この日は鳥取市国府町で、去年8月の台風で被害を受けた観光地の復旧について話し合う地元住民と行政関係者の会議に出席していました。地元の声を県政に届けたいと、地域と行政をつなぐ活動に力を入れています。漁師と IT エンジニアという異色の経歴を持つ山本さん、新人議員として取り組みたいというのが、持続可能な中山間地域のモデルを作ることです。私のアプローチとしては、中山間地がその1番2番、人口の少子高齢化と経済っていうのに深く関わっていくのかなと。でさらにそれを支えるのは農業だと私は思っていまして、でさらに言うならば、それを発展させるのが IT。 また県議会自民党会派唯一の女性議員の山本さん、女性議員を増やすために自民党鳥取県連の立ち上げた女性議員の育成登用に関する基本計画実現プロジェクトチームに加わりました。とにかく女性で興味を持っている人にはどんどん参加してもらうぐらいしかまだ考えてないです。ステップアップするためには、なんだかんだで地域の人たち、要は票を回らなきゃいけないわけですから、地域の人たちと関わる機会が必要ですけど、具体的な計画はこれからとしながらも、働き方改革やさらに子育てしやすい環境を整備することで、政治参加の機会を増やしていきたいと話します。一方、日本維新の会の玉木雄一さんは、鳥取市議会議員から県議へと転身しました。5人の子を持つ玉木さん、明日からの議会で提案するのは、将来世代につながる政策の実現です。まずは教育の無償化、これを何かしらやっていきたいですね。今回給食の無償化取り組むんですけれども、実績は作っていきたいという思うんです。自分の実績というよりかは、その子どもたちや本当の世代が、子育て世代が、将来世代が政策を実感してもらえるようなことを実行していきたいなと思ってます。政治家を志すまであまり参加してこなかった地域活動などにも積極的に加わるようになりました。今までさほどやってきてなかったんで、今しっかりと地域に貢献したりとか、いろんなことをやっていきたいと思ってますね。その他、議員定数、議員報酬をともに2割削減するなど、議会改革も実現していきたい考えです。2人の若手新人議員、議会に新しい風を吹き込むことができるのか、今後の活動が注目されます。